この前のアベマでさ、マスゴミの話をしてたの。マスコミがなんか変な切り取り方して変な風に伝わっちゃうのが問題だみたいな話をしててさ。で、確かに明らかにさ、これはもう180度意味変わってくるよっていう切り取り方あるじゃん。あれはね、その時も言ったんだけど、それ切り取り方悪意あるでしょって私も思うし、でもマスゴミっていう言葉が生まれた時点でさ、悪意ある切り取りだなってみんな分かってんじゃん。だから読み手側がさ、はいはい、またこれね、このパティーン、このパティーンねっていうさ、一歩立ち止まって本当にそうっていう感じで変な風に伝わらないように事前に読み手側が考えたら終わりじゃない？もうって私は思ってそれを言ったんだけど、はい、メディアの味方なんですね、あなたは。はいはいはい、お前もか、お前もかってツイッターですごい書かれてたらしくて私見てなかったんだけど、隣の子がさ、なんかやっぱりこういう感じの反応なんですねって言われて、なんかそういう人は IQ かな分だから気にしなくていいよって言っといた。そういう人がマスゴミに踊らされるタイプなんですよ。もう反射神経で喋ってるから、そういう奴らがマスゴミの思うツボになる人なんですよ。お前のことだよ！なる。IQ かなぶんだから、光ってるところだったら、あ、光が見えると思ったら火に突っ込んで燃えちゃうみたいな、ボーンみたいなのが多いんですよ。だから IQ かなぶんの人は、かなぶんだから、大丈夫です。反応しなくて。でもね、カナブンって意外と攻撃力高いから、ほら、カナブンがバーンって顔にぶつかって痛いでしょ。でも痛いなってなるけど、怪我はしないじゃない。だからその程度なんですよ。何言われても。カナブンだから。大丈夫。ちょっと痛い時あるよ。パチン、痛っ。あー、カナブン当たっちゃったな。で、終わりじゃん？終わりでいいの？それで。いちいち心に残す必要がないんですよ。別に怪我しないし、骨とか折れないじゃん、カナブンぶつかってきても。だから大丈夫。何言われても大丈夫。カナブンだから。